劇を見るってこと？はい、私は白雪姫。めっちゃラフな格好やけど。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見の館へ。館？館じゃないか。このまま眠りにつこうかな。眠ります。一応ね、普通のベッドでも、夢見の世界に行けるってことで、ベッド変えた。てか、戻した。はい、来たー。現実逃避島に到着。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、現実島っていう島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは、都の現実逃避島をご堪能くださいまし。さあ、ってことで、現実逃避島、ここはね、夢の理想郷らしいよ。なんかすごいね、理想を詰め込んだ。かわいい。かわいい旗。これ、ね、なんかツイッターのアイコンもね、このアイコンやった。かわいらしい旗。もうなんか全然世界観が違うんやね。ここの時点ではなんかちょっと愉快げな音楽が聞こえよるけど、これは多分こっちのテーマパーク風の、あ、こっちの方も音聞こえよる。すごい。そして、え、めっちゃ可愛くない？この DJ ブース超いいやん。可愛い。これあれなんかな、オリキャラなんかなね。ウサギの着ぐるみを着た。あ、ほら見て、飾ってあるのもウサギの被り物や。可愛い。あ、ってことはもしかして島民代表の格好もあんな感じなんかな。あ、いいね。なんか道を挟んだこっち側にも商品を置いとるっていうのがなんかすごいいいな。奥行きがすごいあるよね。これは自分で作ったやつ？あ、でも自分で作るんやったらもっとわかることとか書くんかな。ここは海の家でしょうか？いいっすね。いいっすね。干物を眺める。あ、見て、ソフトクリームのランプ。めっちゃなんかレインボーなんやけど。そんなのもあるのね。あ、こっちは、ま、海辺でね。あー、いいね。のんびりゆったりと。そしてシーサーが見守ってくれている。これシーサー？シーサーか。狛犬？え？シーサー？ちょっとよくわからなくなってきた。あ、見て、これ奥。ここは、お店の方ですか？お店の方ですか？くまちゃん。かわいい顔して包丁握るんすね。そして裏にはこうやってね。いけす的な感じなんかな。あ、すごい、ほら。これ庭先ってことか。いいね、いいね。この先端の部分で釣りもしていると。こっち側は、私結構このカミツキガメ好きなんやけど、可愛くない？超可愛くない？リアルでおったら絶対テイドさんけど。いいな、なんかキャンプ場に行け、いいね。超いい。私海辺のキャンプ場にしたけど、え、このテーブルと椅子、そう、こういうのが欲しいんよ、私。なかなか、やってきてくれない。ね、サントスや。あ、見て、浜辺の部分まできっちり使ってキャンプしよる。あ、かわいい！ほら。このキャラクターたちが。え、海に向かって？見て、これ、滑り台、海に向かってダイブするんやけど。待って、遊園地の中はね、ちゃんと入り口から入りたいんだ、私。あ、見て、あれ、大紫じゃない？ちょっと高い子が飛んでいるじゃねえか。イェーイ、テーマパーク、夢のテーマパーク。いいなぁ。
このなんかガムボールマシーン、ピンクのやつかわいい私一個もないんよね。ポップコーンのやつはあったんやけど、綿菓子、あ、ポップコーン青いやつ、私んとこのは赤やったかな。うわ、すげえパステルチックでかわいいめっちゃかわいい。あ、ちょっと待って、ここ通れなかった。そしてこの愉快な音楽いいよね。もうなんか何もかもかわいい。てかピンク系の家具をピンク系の家具着て、これってさ、自販機の色によってなんか中身も対応しとったりする？なんかさ、めっちゃ見て、中の一番上ハートなんやけど、ラベル、あ、すごいいいね。メダルゲーム風な感じで置いとんかな。あ、いいね。これ、こういう風にさ、何枚か続けておきたいんよね、ボルダリングのやつ。え、これかわいいんやけど、めっちゃ。何この、このすごい乙女チックなピアノ。めっちゃいいやん。はい、そして、こっち側。あ、和風エリアや、和風エリア。このまた、さっきまでとは違った、静かな感じ。滝すごいなぁ。え、見て、なんか、あの、右奥見える。お面が。ちょっとめっちゃビビったんやけど。うわ、すごい、めっちゃいいやん。え？すげえな。お風呂に、私、ここの道なんかめっちゃ好きなんやけど、ここの空間わかる？ここの空間超好き。あ、てか今初めて気づいたんやけど、これさ、ちょっとなんか、高い位置とかおったら、若干これ膝曲げとんやね、片足。そんな細かいことやけど、今初めて知ったよ。あ、こっちにも露天風呂。ねえ、なんなのこれ、どうしたの、何があったの、なんか知らんけど、ここで、お坊さんが念仏を唱えるんかな。君はさ、あの、下のエリアにいるべき子じゃないの、違うの、ここの子なの。ここの子っていうのもありやけど。プールもね、どこかしらに使いたいんだけども、どこに置こうっていうのがめちゃくちゃ悩んでいる。君、和風エリアの子でしょ？うお。うお。だってこことちょっと雰囲気違うもん。いいなぁ、あの上にちょっと雑草を残してる感じも、多分あえてないよね、あれ。で、この私いつもね、必ず、あ、見て、ここ微妙に入り口開いとんやん。必ずね、家の前とかは開けんといかんっていう概念がすごい覆されたって言おうと思ったら若干開いとった。若干。あれなんやね。マトリョーシカもいろんな顔があるんやな。私こっち派。なんか可愛い。なんか可愛い。そんなふわっとした理由ではあるけども。そしてこっちがちょっと静かな。すごい。うわ、山積みの本。また全く違った感じのエリアやね。あ、見て、なんか、地面でお絵かきしてた。ここはなんか失敗作がいっぱいあるんすか？あ、見て。これ、本読むだけじゃなくって、めっちゃなんか、かける場所とかもあるやん。机が用意されとって。え、このベッドいい。このベッドいい。これリメイクよね。小人さんの、ごめんね。人の寝床だった。ね、フォーチュンクッキー販売してるんすか。こういうなんか街角でさ、なんかこういう感じのって遊び心あっていいよね、めっちゃ。雪だわ。これ何？なんかコーヒーの絵が描いてある。本？かな。ちょ、待って、こっち側にも行きたい。何してるの？何してるの？なんか実験？そして、小人さんたちが、めっちゃ本選びよる。いいっすねー。お、こっちはちょっと愉快な感じの音楽。なんか奥まで進んだら、こっちの方がゆったり本読めそう。なんか奥にアーティスティックな空間が、あ、見て、金バラやねん、これ。ね、めっちゃ生えとる。金のバラと黒いバラ。
あっちのアーティスティックなところには、おあんなところでお茶をするのね。あんなところで。まあでも誰にも邪魔されん空間ではある。あ、ちょっと待って、あっち側に行けるんか。みんななんかすごいね、入り組んだ感じの島になっているから。ふぅ。お、でっかい絵があって。あ、こっちはカフェ？おー。いいね。こういうやっぱ建物込みの施設みたいなの。お、なんか誰か立ってる。羊。えへ。羊。なんだろう。お、見て、なんかトロフィー。そして多分定期的にガラス面とか磨きようんやろうな。あ、見て、果樹園。果樹園も作りたいんだけども、お、なんかいろいろ。この段ボールも初めて見た。前は他の人のとこでオレンジの初めて見たけど、え、ちょ、ここで切ってくれるん。ここで切って食べさせてくれるんや。お、木を切り出してるんですか。いいね。キコリさんたちが。このなんか上のさ、この植え込みの花とか、もういいね。あ、あれ、収穫した果物を今多分箱詰めしていくようなね。なるほど。向こう側抜けれた？もしかして。あ、坂があるんか。行ける場所がいっぱいあって、あ、こっち浜辺抜けれる。あー、いいなー。この釣り竿のやつ欲しい、めっちゃ。ね。捨て井戸があり、え、スフィンクスこれ作ったんですか？砂で。もしやそういう感じ。なんかあれやね、ギター、浜辺に置いとったらちょっとした絵になることない？なんかいい感じ。え、見てこれ。なんか奥神殿みたいなのあったんやけど、遺跡？何の鏡だろう。ここで真実を映すと。ラーの鏡。さあ、こっちの方は、あ、ちょっと休憩できるような場所が。ああ、いいね、いいね。君は文次郎かい？あ、めっちゃギリギリまでなんか物置いとるね、いろいろ。カラフル！超いい。私今これ一個だけあるんやけどさ、浜辺に置こうかな、どうしようかなって思うよる。横の部分何も置いてないけん置こっかな。あ。どうも。スリーピーフロック。君も現実から逃げてきたの？そうなんすよ。マイル坂服、かわいい。めっちゃ服装かわいいんやけど。いいな、私超シンプルできた。めっちゃシンプルな格好できた。ん？これは、誰か泳ぎよんかな？まあ、ね、これでね、ホラー村とかホラー島とかやったら、自殺って思うけど、多分普通にドボンって、泳ぎに出たんやと思う。そして出た時用の、あれやろ？タオルを準備しているという。これは？これ何やっけ？なんて読むんやっけ？ジャスミン？一瞬、下の文字だけ読んでミリカって読んでしまったけど。え、あれジャスミンやったっけ？多分そうじゃなかった。あ、かわいい！見てこれ、パンダの絵描いとるよ。いいね、いいね。え、ちょっと、これ何？なんかの受付？レジではないね。あ、でも一応レジっていうことなんかな、これは。あ、ここは中華料理屋さんか。なるほど、なるほど。お、ここで卓球ができるよ。まあね、卓球、中国が強いから。すごいよね。かわいい。めっちゃいいやん。みんなさ、この帽子の使い方めっちゃ上手くない？超絶上手くない？いつも思いよんやけど。ここではちょっとしたお花見がされているよ。いいなぁ。中華料理、小籠包が好き、小籠包。めっちゃ美味しいよね。よきよき。そして、竹やぶを通りまして。ん？何？ここは。なんか電話。ピザ？ピザの注文を受けたまわっているとかそういう感じ。ピザとハンバーガー。あ、かわいい！見て見て。
ここは果物屋さん。あ、これ果樹園のとこ？え、別の場所？場所違うか。そしてこれ椅子も果物という、この上はめっちゃおしゃれ。すごいすごい、めっちゃ広々しとるんやけど。売り場エイブレシスターズ、え、すごっ。え、なんか奥、え、キッチンがある、すごい、いいな。いいな。うん、なんか外をこういう感じにするっていうセンスがないんだな私。え、めっちゃいいやん、超素晴らしいやんね。すごい。え、なんかケーキいっぱい置いてある。ちょっと待って。そっちに行きたい。ここか。白くて綺麗なとこ。見てこれ。他の弦楽器とかもみんな白いんやけど。すご。で、ここで、ケーキだとかいろいろ、つまみつつ。あ、奥にウォーターサーバーとかもあった。私は、ココナッツジュースとかは、ヤシの実ジュースとかはあんまり好きじゃないから、多分ウォーターサーバーに行くな。で、そして、こっちの方に行く。ここ、サクランボ畑ってことかな？ね、なんかいろんな木が実っとったとことはまた違う。あ、あそこ本のとこやね。なるほど、なるほど。ここの道をあっちに渡ってったんや、さっきは。あ、そこで釣りが。あんなとこでも釣りができる。ぐるっと回って戻ってきたわけやね、ここに。みんななんか土地広いっすね。なんか庭広いっすね。あ、ここは来たとこやね。あ、これでまたここ繋がったんや。で、あの奥のさ、アーティスティックなところは、あ、え、こんなところに小道がある。ほらほらほら。こんなところに小道があった。ここから行けたんや。なるほど。お、これまだ、今書き寄るところ、リンゴ、立体的になって生き寄るところや、きっと。あれ、人ってみんな動かないんですか？なんで人は迷うの？ストレイシープ。なんで迷うのかはわからんけども。なんだよ、動物は考えるということがないんかな。失礼かもしれんけど。まあ、頭のいい動物はまあ、おるわけやけんね。なんかいろいろと思考することがないということかしら。かわよーい。かわよ、あ、びっくりしたー。エリートニートさん。永遠に覚めない夢を見ようよ。見れるもんなら見たいぜ。目が綺麗だな。ここ人の家？もしかして。あ、ぽいね。ってことでちょっとお邪魔します。あ、見て見て、バーガーショップ。お、そしてやっぱり、すごいね。この帽子をさ、あの、後ろから見て、お皿と食べ物に見せるっていうのがなんかすごいよね。そんなことできないわ、私には。そしてめっちゃオシャレ。超オシャレ。なんかあの、外国、アメリカのドラマとかに出てくるような。アメリカ？イギリス？なんかそのあたり。ちょっとその辺ぼやっとしてるけど。はい、左の部屋へ。お、左側はなんかすごい。何？怪しい薬がたくさん並んでいる。何か実験がなされているのかしら。何の歯車だい。そしてなんか頭がいっぱいあるんですか。いいえ、不気味だ。不気味だ。これ何？これ何？キリギリス？とかそういう感じやね。何の実験をしているんだろうか。はい、そして奥の部屋へ。お、奥は。結構色が統一されている。え、かわいい壁紙。飛行機飛びよりやん。めっちゃいろんな色あるんやね。このミントグリーン系、良きっすね。え、でもやっぱりなんか怪しげな薬？なんか実験してるよね。何？でもここカフェやろ？え、クリームソーダなのこれは。
なんかビーカーみたいなのに入ってない？え、大丈夫なの？そして右の部屋へ。あ、右側はなんかかわいい歯車がめっちゃいっぱいある。歯車なんかこういう感じでつけたらすごいおしゃれだよね。いいね。え、これはこういう家具ってことやろ、多分。かわいい。この白と黒と赤っていう組み合わせめっちゃいいよね。コーヒーカップもなんかいろんな色あるけど。ここはタルト？タルトとか、シャルロッテ、パンケーキ。いやー、美味しそう。美味しそうな洋菓子がギュッと詰め込まれている。壁もチョコレートやった。いいな、お菓子の世界。はい、そして、2階へ。お、すげえ、なにこれ。え、すごい、なにこれ。ここで撮影を。めっちゃすごくない？なんか。ふわー、壁一面。床も。すごいな。ほい、そして、地下へ。あ、かわいい。なんか急激にめっちゃかわいい。すごい。ここで何？劇を見るってこと？はい、私は白雪姫。めっちゃラフな格好やけど。超絶ラフな格好の白雪姫。でもすごい絵になる。いいね。こんなちゃんとステージみたいな感じにできるんやね。すごー。どうも。毒リンゴを食べてしまったんだな。ほい、お邪魔しましたー。なんか、地下だけ全然雰囲気が違った。けど全部良かった、個性的な感じで。見て見て見て、これ道に沿って、アロマキャンドル。めっちゃなんか良くない？これなんか、一番上に家がある、これは。オリビア。オリビア推しなんかな。かわいいけんね。ね、なんかこの、島の一番上に、ん？誰かやってきたよ。誰？グミちゃん？あら、お会いするの初めてですよね。どうぞ、現実逃避を心ゆくまで楽しんでくださいね、です。なんか、映画とかでありそうじゃない？なんかこういう、島の一番高いところに住んだ、広々としたこの敷地に、お金持ちのお嬢様とかが住んでそう。あ、これで、遠くを眺めるのね。ん、こっちは？お。なんか一輪出しが。そしてここに座って、ん？なんかお墓があるよ。誰のお墓あれ？なんか横にね、看板も立ってるけど。なんかここ微妙に降りれるところがある。ほらほらほら。誰かここで眠ってるの。ほら、お供えの花と。ここに多分常吉がやってくるね。誰なんだろうか。そしてね、ここに座ってお墓をいつも見守っているんだろう。ここ渡れる。あ、え、これで博物館に行くってこと？ふー、渡ってきたぜ。あ、これで戻ってきたんかな。戻ってきたね。ほら、博物館もあっこから。博物館、右側は、別になんもないかな。多分、この辺から。イェーイ、渡ってきたぜ。あ、で、こっちにも渡れる。おー。あ、ここ、私が、言い寄ったところ。ピサのシャトーみたいなのがあるって言ったん。やっぱピサのシャトーやね。こんな感じ。なるほど、ここで誰にも邪魔されずに芸術活動ができるというわけですね。あの奥何？あ、プールや、プール。あ、あれ家のプールや。なるほどね、そこに繋がってるのか。
あと、こっちの方？あ、あっとるあっとる。もうちょっと行ったら。はい。ちょ、さっきお話だけしたけどね。お邪魔します。なんか、めっちゃい、サウナ？ってこと？違うかな？海辺のサウナってことやないん、これ。ね、中で火焚いて。いいっすね。いいっすね。あと一軒は、こっちの、和風エリア？ではない？ちょっと待って。全然違った。全然違った。こっちだな。こっち方面？あ、ここは来てないところや。何？二人でチェスやってるんすか？おしゃれだな、なんか。そして、あ、ここ？家。なんかアーチが、あ、見て。あ、なんかこっち向きってなかなかないことない？みんななんか後ろ向きでは置いとるけど、なんかこっち向きに置いとるのって初めて見た気がする。あ、もしかしてここでお色直しとかする感じ？いいね、いいね。で、こっちで結婚式して、あ、こっち披露宴や。あ、あっちはあっちでなんか、あるけど。あ、ここは結婚式会場ではなく、庭での、ホームパーティー的な感じ。お茶会。お茶会や、お茶会、きっと。そんな感じ。よし。お邪魔します。おー、見て、食器が金や、金。え、待って、なんか、ほら、暖炉の真ん前やけど、こっち側の人、お尻やけん。あ、そして、何？家族ここで食事とって、なんか父親だけここみたいな感じ。なんかあれや、めっちゃ厳しいお父さんって感じがしそう。ね。はい、それじゃあ左の部屋へ。え、なにこれ？左側？なぜ？檻？囚人の方々じゃないよね。あ、なんかあれやね。これ低い位置でも小人たち的にはなんかちょうどいい感じに見えるね。え、かわいい。ここで何してるんですかみんな。なんか共同生活しよるっぽいけど。はい、そして、奥の部屋へ。お？お？え、なにこれ？なんか。なにこれ？大統領の演説か何か？え？なんか、そういう感じ？なんかカメラ回りよるし。なに？記者会見ですか？怖い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 。怖い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 。ものすごい偉い、総理大臣とかの家かな。はい、そして右側の部屋へ。お？右側はなんか、ここで島中のグッズが作られているのか？もしや。え、歯車かわいい。見て、めっちゃポップな感じの歯車もあるんやね。へぇー。なんか同じ服がいっぱいある。この服着とったんやっけ？エレイトニットさん。ほら、いっぱいオリジナルグッズが制作されよる。あ、見てこっち側。服や、服。え、すごーい。裏側がここで見られるのね。はい、そして、2階へ。え、なに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 ？なんか、私は悪の女王。みたいな。なんかすごい財宝を捧げられているけど。これ部下みんな。あ、見てちゃんとこれ。これ何やったオルガン？パイプオルガン？めっちゃ弾き寄りやん。え、すごいなんか、悪の組織の幹部になった感じ。幹部？
幹部なんていうのボス。はい、地下へ。え、なに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 、あ、これ見て、天国か地獄かやん、これ。ルーレットもこんな風に変えれるんやね。はぁ。お亡くなりに、ちゃんと食べとる？ちゃんと食べてる？あ、見て、奥の方に、まさかの和式便所。和式便所、こっちにお尻丸出しな感じになるんやね、するとき。つら。人体実験が行われやんかな。そしてなんかレポート書きよるみたいな。それを観察して。怖い。でもちゃんとシャワーついとんや。親切。親切かどうかわからんけど。ね、そんな感じ。なんか怪しげな部分がちょいちょいあるね。そういう怪しい部分、遊び心、すごい好きなんやけど。ね、よき。こっちから帰れる？ここから果樹園に。イェーイ、帰ってきたぜー。んで、なんかさ、右側あんまり行ってない感がすごいんやけど。なんか左ばっかり冒険してない？もう全部ちゃんと行った？あ、でも行ったか。行ったっぽいっすね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか現実逃避島っていうけん、なんか全てが夢のような感じの世界かなって思ったけど、意外となんかドロドロした感じの部分もあって、もしやそういう願望もあるとか。いやまあね、現実では無理やけんこそ、そういうのも楽しそうやけど。